はい、皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ファイアーエンブレム暁の女神、続きやっていきたいと思います。来た来た来た。あ、ショートスピアか。このアーマー3体を何とかして倒して、あ、これ倒せるかな。いや、倒せないかもな。倒せなかった。よし、アイクがちょっと心配なんですね。アイク魔法が来てる。アイク大丈夫か。よしよしよし、よく避けた。アイクレベル上がるな。速さと守備と魔法頼む。よし、ガトリー強いぜ、頑張れ。なんかケビに見えるな、赤いから、赤い鎧だから。そんなもんで勝てると思っているのか。パス。はっはっは。頼む、魔法魔法魔法。まあ技は OK、 もう上がるとこないんじゃないかな。当たるわけ。よし、うわ、ヘザー、ヘザー欲しいな。結構今日調子いいな、チャップ。いや、当たんなよ。なんで当たんの。レース弱い。さあ、あの新刊倒した方がいいのかな、やっぱり。どうした方がいいのか。あ、当たるわけ。当たった。アイク頼む。は、速さと守備と魔法、魔法魔法、速さ速さ。よしよし、おい、いい子いい子。最近アイクが言うこと聞くようになってきた。よし、うわっうわ、ちょっとこれ無理じゃね。ど、シノン出張。どっちがいいかな。ショートスピアうざいから倒すか。必殺必殺必殺さ、ああ、まあいいや、まあいいか。待って、こいつらはやりやりやりか。あ、メティオ、こいつは動かない敵なのか。3から10。あー怖いな。まあいいや。関節持ちさえ倒せば。ちょっと大丈夫かなこれ。メティオはちょっと忘れよう、一旦で。
これはじゃあ新刊倒すか。リライブちょっとめんどくさいからな。倒そう。アロンダイトかっこいいですよね、このでかい剣。早く戻ってセネリオとこの2人で防衛しようぜ。でチャップ、アイクは早く逃げよう。今ですね、右を開けてる状態だからちょっとすごく怖いですね。ここはショートアクスの餌食となるがいい。イレースは回復。いけるかな、大丈夫かな。この敵の量がね多いのがなんか嫌なんですよね。ハールも手斧のあたりに変えとけばよかったかな。馬は段差登れないんだよね。よし、もうこれで頑張ってもらうしかないわ。来た。逃げるのか。ああ、当たった。よし、下からの雷が当たるわけないだろ。雷という技はどのゲームも当たりにくいんだ。よし、倒せるかな。倒せない、位置足りない。よし、なんかケビンに見えるんですよね、赤いから。なんとなく一回ぐらい避けろよ。1回ぐらい避けようぜ。なんてことしなさる。やばい、騎馬隊がちょっと、あ、これマスタークラウン取れないかもしんないな。しかも弓だろこれ。弓。だったこの辺だったんですよね。まあ、とりあえずやるか。ドンだったらいけるよな、大丈夫だな。よし、えいや、これをシドンで取ります。一体一体確実に頼む。ハール力
力。一体一体確実に取っていこう。アイクセネリオコンビ、ちょっとシノンたちのにの女性に行くか。まあセネリオ影ついてるんでね。これは登ってこれないだろ。大丈夫。よし、まあこんなもんかな。イレースは回復。ボーレは手斧。ヨファーに全然軽減値入らないな。よし、こんな感じ。これやっぱハール短期で生かした方がいいのかな。まあ助けてエリー君には多分ならないだろう。隣接してるし。よしよしよし、 OK。 そい、えいや、よし。ネフェニーなら大丈夫。硬いし、避けるし。よし。経験値もうまいし。ヨファーも大丈夫。絆支援。よし、やってよかった。イレス魔力ないな。魔力と速さと魔法、魔導士らしく頼む。力、お前はトパクか。よし、まあ狙ってくるけど大丈夫、当たんないだろ。当たんないぜ。よし、アイクはちょっと敵引きつけ係になってます。で、これは多分、これは剣か。よし、装備外したら多分こっち狙ってくると思うんですよ。真ん中にちょっと敵を引きつけよう。で、ここは、あ、1マスか。じゃあアイクで防衛するか。1マスだったらアイクで防衛しよう。茂みだしな。
ハールを先に行かせる。あ、避けろセネリオ。 19% 避けてたの。 19% 避けろ。よしよし、えらい。もうすぐレベルアップだな。怖いな。こいつが、こいつ倒すかな。こいつだな。移動が6、1、2、3、4、5、6。ここに逃げればいいかな、うん、もう一回テネリオでウィンド。速さがないな、セネリオ。速さ頼むぜ、速さ、セネリオ。速さ、とにかく速さ、 HP と速さ。速さ19、24。ああ大丈夫だ、大丈夫だけど大丈夫ない。エルサンダーが怖いな。エルサンダーの範囲にさえ入らなければ。よし、魔法が怖いんだよな、ハールは。メティオやってくるかな。あ、待てよ、こいつら。あ、こいつらの範囲にも注意しないといけない。ドラゴンキラー、やべえ。移動が9だろ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。この辺かな。シノはじゃあ支援がつくギリギリまで行ってこいつを攻撃しよう。よし、ナイス必殺。これはでかいな。あ、そっか、茂みがあるんだ。移動コストがあった。あ、全然大丈夫だったじゃん。じゃあ怖いのはそのエルファイア、てかメティオだな、メティオ。右はオッケー、左は、うわ、48% は当たるな。そりゃ当たるわ。もう一回、よし。速さがな、低いから。まあ守備は美味しいけど速さがないな。こんな感じですかね。ヘザーがいればね、そのマスタークラウン一発で取れるんですけどね。いないからもう運にかけるしかねえな。埋まってる財宝は何パーセントだったっけ。幸運パーセントだったっけ。おお、あ、でもこれ回復されるフラグ。頼む。おーいし、オッケー。シノンで届くかな。当たるわけがない。よし、
0% は安心ですね。まあ真ん中はね、守備に徹しよう。もう何も、もうなんか武器を下手に武器持ってどっかに分散させられたら困るんで、真ん中にちょっと集中させよう。この2人はまずやっつけ負けすることはないから、攻撃を受けるのに専念してもらおう。ちょっと右に来てるな。うーわ、このターンで決着つけようか。じゃあ今回はですね、この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。